カットマンを目指す皆さん、このビギナー用ビデオを見て、カットの素晴らしさ、フットワークの華麗さを感じ取ってください。また松下選手の基本力のレベルの高さをぜひ吸収してほしいと思います。カットマンのグリップは親指と人差し指で挟み、そして小指をしっかり握ります。中指と薬指は軽く握ります。特にフォアハンドカット、バックハンドカットをするときにグリップが極端に変える、そういったグリップではなく、フォアハンドのカット、バックハンドのカットがスムーズに、しかもグリップがあまり動かないように握りましょう。フォアハンドを攻撃するとき、バックハンドを攻撃するときは、まずバックハンドの場合は親指を少しサムアップします。フォアハンドのときは少し人差し指で押さえるように打ちます。こういってカットと攻撃、多少グリップが違いますが、オーソドックスに握ることがいいと思います。フォアハンドロング打ちはカットマンのロング打ちではなく、攻撃型選手と同等のスイング打法で打てることが大切です。正確な打球点でインパクトすること、またバックスイングからフォロースルーをコンパクトにして戻りを速くし、連続的に流れるようにスイングしましょう。フォアハンドロングでの前後のフットワークです。前後に大きく動いても体勢が乱れず、しっかりした体重移動ができています。前後に動いても打球点の位置を安定させて打球しています。バックサイドからのフォアハンドドライブでのスイングは、バックステップからスイングスピードを速くし、戻りのスピードが速くなければなりません。前方への体重移動によってボールに威力が増します。打球点はやや体の前で打つようにしましょう。
前後動でのアタックとドライブのコンビネーションです。中陣ではドライブ、前陣ではトップスピンやアタックを打ち分けます。中陣でのドライブのスイングはやや大きめになり、前陣でのアタックはコンパクトなスイングで打ちます。フットワークを使っても全体が乱れず、下半身をしっかり使って大きくスイングすることを目指しましょう。ボールもしっかり見ています。左右の小さなフットワークはタイミングが崩れたり詰まったりすることがよくあります。体のバランスをしっかり保ちながらスイングしましょう。フォアハンドドライブでのフットワークです。バック、ミドル、フォアコースの3点を大きなフットワークを使って線型に応じてアタックやドライブを使ってフットワークをしています。特にドライブ後の戻りの速さが重要です。粒高面でのバックハンドハーフボレーですが、粒高面ではややボールを持ち上げる感じで、インパクトの時は強くミートします。グリップは常に柔らかく、肘から先を十分に使って振り出します。特に打球点は頂点を捉えるよう注意しましょう。ブロックの場合はラケット角度の調節が重要で、体の中心でボールを迎えカウンターブロックを狙います。ラケットの上下動に注意しましょう。粒高での中陣バックハンドでは、体重を後ろから前に移動すると同時に、肘をしっかり伸ばした力強いストロークが要求されます。バックスイングでラケットを止めず、ボールのスピードに合わせてバックスイングを取ります。インパクトでは肘が伸びるように
振るのがバックハンドの基本です。手首や肘の位置が不安定にならないように注意しましょう。裏ソフト面のハーフボレーですが、基本的にはピッチを速くしたボレーから始めましょう。タイミングと打球点を一定に保つことが大切です。ドライブボールに対してのハーフボレーブロックは、ラケットスイングが上下動しないように平行にスイングし、グリップもリラックスした状態で行いましょう。中陣でのバックハンドは、カットとのコンビネーションの上でも重要な技です。踏み込んでのバックハンド攻撃、この練習を多くしましょう。ツッツキのポイントは、ゆっくりしたストロークではなく、ボールの底を鋭く手首を使って切ることです。インパクト後はフォローを素早く戻すことで、相手に変化を読まれないような変化ツッツキが大切です。特に肘からラケットの先端までを使って鋭くスイングします。ツッツキといってもしっかり足を使って体のバランスを保ちましょう。反転した時の粒高はタイミングを早くしています。打球点の速いバックハンドのツッツキは、攻撃型選手と同等の速さでツッツクタイミングを身につけましょう。肘から先といっても、特に手首の活用が重要になります。コンパクトなツッツキで上昇点をタイミング早くスイングしてください。戻りも忘れないようにしましょう。
粒高でのプッシュとツッツキを混ぜた台上連携プレーは通常のツッツキと見せかけています。プッシュを併用させる台上テクニックは試合の場面で効果を発揮します。フォアハンドの台上ツッツキは足を踏み替えながら基本姿勢から素早く瞬時にインパクトします。腕を長く使うのではなく足を使ってコンパクトなスイングで行います。手首のリラックスでラケット角度が柔軟に変えることができます。早い打球点でのフォアハンドのツッツキは小さく鋭くインパクトすることに心がけましょう。またタイミングの速さ、足を使った戻りの速さも台上での変化プレーとなり相手を翻弄させる早いタイミングのツッツキといえます。フォアのツッツキと粒高反転プッシュを混ぜたプレイは高度なテクニックといえます。基本的には手首の柔らかさ、ラケット角度の切り替えのタイミングが実戦でのカットマンの強力な武器となります。ツッツキと見せかけて反転させ、粒高でプッシュする技術をマスターしましょう。フォアハンドのロングカットは下半身を安定させ、基本姿勢から足を使ってスタンスの内側で体重移動をしっかり行い、フォロースルーと同時に早く基本姿勢に戻ります。打球点は腰と膝の高さの中間くらいでミートするとカットに安定感が増してきます。バックスイングでラケットを高く担ぎ、その反動で切り下ろします。ラケットをしゃくらないように注意しましょう。上から下へのダウンスイングを心がけましょう。
フォアハンドカットでの悪い例として、体重移動が不十分になり、インパクト後はボールに押され、後方へ下がってしまう状態がよく見られます。ラケットのスイング方向が上の方になり、ボールが浮いてしまいます。また、ラケットの担ぎも低く、相手のボールに負けてしまいます。バックハンドロングカットは、構えから肘を中心にバックスイングを行い、ダウンスイングで肘から先が伸びきるまで鋭くスイングします。スイング方向は体重移動に合わせて右足と左足の中間に振り下ろします。バックスイングは体の前をクロスするため、強いボールに対しては十分に左足を引き、余裕のある体勢を作ることが大切です。しっかり体重がボールに乗るように心がけ、膝の柔軟性も活用しましょう。バックハンドカットの悪い例として、スイングの時に打球点にばらつきがあると安定性に欠き、スイングも中途半端になりやすく、スイングと体がバラバラに動いてしまい、ボールが浮いてしまいます。このためミートも弱くなり、自信がなくなってしまいます。またダウンスイングの時に腕が上向きになり、フォロースルーも大きくなり、戻りが遅く、相手のスピードの威力についていけなくなってしまいます。腕のスイングと体重移動がスムーズにできれば、基本姿勢への戻りも早くなり、カットにも余裕ができてきます。フォアハンドカット、バックハンドカットのコントロールが大切なのは、深くコーナーを狙い、カットボールの威力が発揮できる練習です。スイングストロークが正確でなければ、このように狙った位置に入ることが難しくなります。手先のカットに頼らず、下半身、上半身を使って体全体の感覚でマスターすることが大切です。狙ったところに返球できるカットコントロールは、どんな相手に対しても威力を発揮します。左右のコースへのボールコントロールをする基本フォアハンドカットは、腕だけのスイングでコースを変えるのではなく、全身を使って足のスタンスの向きでコースを自由に変えるようにすれば、同じスイングストロークで簡単にボールコントロールができます。
フォアハンド前陣カットは真下にダウンスイングすることが大切です。ラケットハンドは垂直に切り下ろし、フリーハンドは下から上にバランスを取ります。体の反動を使って上手にボールコントロールを行っています。参考にしてください。フォアハンドの後陣カットはライとの距離が遠くなるため、インパクトを通常より強くし、フォロースルーも前方へ大きく突き出すようなカットが要求されます。スタンスも広くなり、バランスを崩さずカットすることが大切です。また後陣の位置の状態のまま次のボールを迎えるのではなく、中陣の基本姿勢に早く戻り、フットワークを有効に使うようにしましょう。前陣、中陣、後陣カットのフォームの使い分けは、基本姿勢から守備範囲を広くしていくための練習です。常に相手の最高のボールを想定し、いつでも後陣カットに持ち込める準備が必要です。すぐにラケットでバックスイングをするのではなく、引き足かスタートすることが大切です。たとえ浅いドライブに対しても、スムーズに前足を出してカットすることも容易にできます。また前陣カットでは、特にラケット角度と上から下へのダウンスイングを鋭くすることが大切です。フットワークをスムーズに早く使う練習をしっかり行いましょう。バックハンドの前陣カットは、主に粒高の場合は比較的優しくスイングできます。特にラケット角度と上から下へのスイング方向を正しく行いましょう。インパクトは鋭く、体は伸び上がるように使いましょう。
バックハンドの中陣カットはカットの中でも一番安定したコントロールが要求されます。打球点は腰の高さからバックスイングの反動を使って鋭くスイングしましょう。基本姿勢への戻りも忘れないでください。バックハンド後陣カットはスタンスも広くなり、台との距離を考えバックスイングから前方に突き出すように体重移動します。また後陣カットをすれば必ず基本位置に戻るといった繰り返しが大切です。フォアハンドカットでの左右のフットワークでは、飛び上がるような足の動きではなく、すり足的に足を使って動き、上半身が乱れないような下半身の脚力が必要になります。松下選手のバランスの取れたフットワークを参考にしましょう。バックハンドカットの左右のフットワークも返球する方向に対してインパクトしますが、スタンスの向きと体の角度で調節することが大切です。腕のスイングだけでコントロールしようとすると不安定なカットコントロールとなってしまいます。バックハンドカットでは打球点がばらつかないように注意しましょう。フットワークしながらでも、インパクトの時は正しく体重移動したスイングが必要となります。バックハンドカットの左右のフットワークも返球する方向に対してインパクトしますが、スタンスの向きと体の角度で調節することが大切です。腕のスイングだけでコントロールしようとすると不安定なカットコントロールとなってしまいます。バックハンドカットでは打球点がばらつかないように注意しましょう。フットワークしながらでも、インパクトの時は正しく体重移動したスイングが必要となります。
ドライブとストップに対してのフォアハンドカットでの前後のフットワークです。動きの速さが要求され、前方へのスタートはカットスイングの体重移動の反動を利用して第一歩を前に飛び出すことが大切です。またストップ処理のミートの瞬間は体重は後方にかかった状態でカットするのがコツです。次の動作をスムーズに早く動くためにも前後動の戻りの速さが守備範囲を広くすることにつながります。フォアハンドカットと同様にストップに対してスタートを速くする練習が必要です。特にストップに対する中陣からの出足の第一歩がチャンスとなるのです。バックハンドカットではやや押され気味のカットになりやすいためスタートが遅くなることがよく見られます。スイング後の構えを早く作りストップに備える習慣をマスターしましょう。特にカットマンは前後動に強くなければ戦いに勝ち抜くことが困難になります。フォアとバックの切り替えは平行足のスタンスで切り替えるのではなく常に台に対して45度程度のスタンスを作りボールを迎えてカットすることが基本となります。上半身のひねりで切り替えるのではなく下半身、特に引き足で切り替えるのが重要な点です。正確な切り替えのストロークをするためにはスタンスの向きが正しくなければ上体のバランスを保つことが不十分になってしまいます。切り替えがスムーズにできることによって安定したコントロールカットが完成されるのです。
カットマンのミドル処理は、体が正面を向いたままの状態でカットは無理があります。まずスタンスをクローズにし、いち早く体をひねりボールを引きつけます。特にフォアハンドのミドルカットは体の開きを十分に使うことが大切です。またバックハンドミドルカットも同様ですが、時間的に余裕のない場合は上から下に真下にスイングしてしのぐカットや、サイドに振り抜くスイングでカットする場合もよくあります。体の柔軟性が要求されます。ミドルから両サイドに来るカットはバランスを崩しやすいため、次のボールを両サイドにドライブされると遅れる場合があるので、基本姿勢の戻りを早く作ることが重要です。フォアハンドカットから攻撃へ移る場合にはタイミングやバランスが大切です。台上アタックや台から出るボールに対して素早く攻撃の体勢を作り、低いストップに対してはドライブ攻撃を使い、少し高めであればスマッシュというように、ドライブとスマッシュを併用した攻撃をマスターしましょう。バックハンドカットからのストップに対するバックハンド攻撃です。ストップに対しては常に攻撃できる体勢から前に出る訓練が必要です。しかも前方へ出る反動を利用してのバックハンドアタックは効果があります。またストップに対する攻撃力は両ハンドで一発で打ち抜く威力のあるスマッシュが条件となります。相手のラケット角度がストップと見れば、いち早く攻撃の準備をして前に出られるようフットワークと合わせて練習しましょう。
バックサイドからフォアハンドを変化サーブの出すコツは、スイング方向を同じモーションで出し、しかも数種類の回転変化のサーブを出せるのが原則です。現代卓球ではインパクト後のラケットスイングが相手に見破られないよう工夫することが大切です。同じモーションから回転の変化だけでなく、長短のサーブ、スピードの違ったサーブも同時に出せるところまで高めなければなりません。カットマンはよくバックハンドサーブを使用します。ラケットを脇の下まで引きつけ、バックスイングの反動を使って一気に右肩まで振り上げサーブします。この場合のラケット角度はミートする瞬間に角度を調節し、横切れ、下切れ、上回転、斜め回転の変化サーブを作り上げることができます。特にスイングスピードを速くすることで、相手にインパクトで判断できないように工夫することも大切です。
サーブから3球目攻撃の展開では、サーブを出した後素早く攻撃体勢を作ることが大切です。やや低いレシーブに対してはドライブでの3球目攻撃を使い、5球目連続攻撃で打ち抜くパターンが必要です。3球目ドライブもつなぎのドライブではなく、フルスイングのドライブ攻撃がこれからのカットマンにも要求されます。大きなスイングでのドライブは相手にカウンターを許してしまいます。速くてコンパクトなスイングでの連続攻撃も、攻撃型選手と対等に打ち合える技のレベルが必要です。また異質カット型の場合は、台上での粒高プッシュを混ぜての先手攻撃も戦術の幅を広げる重要なテクニックとなります。カットマンのレシーブも速攻に近いレシーブ、例えば台上フリックや台上粒高プッシュを混ぜ、両ハンドで4球目を狙い打つパターンも対応しなければなりません。単調なレシーブでは相手に狙い打たれます。連続攻撃もドライブとスマッシュをミックスさせたバランスの取れたコンビネーションがカットの戦術の中で重要な部分を占めています。特にカットマンの攻撃力は一発で打ち抜く威力が必要となります。カットから一旦アタックに出れば、一発で決めるだけのスピードを身につけましょう。フルスイングをしたドライブやスマッシュも体勢が崩れてしまってはいけません。同時に戻りの速さも必要です。相手のサーブが台から出たなら、積極的にドライブ攻撃のレシーブも大切です。
このシャドープレイの方法はカットマンの守備範囲を広くするための基本的な形です。正確なカットのストロークを身につけるための練習方法です。すり足で大きくスタンスを取り、前後左右の8方向に動きます。膝の角度が狭くならないよう大きなスタンスで行ってください。この練習は効果的で大変役に立つと言えます。これはフットワークを使ってオールラウンドにカットする練習です。ランダムのコースに来るドライブやストップに対してカットでしのぎ、いかにバランスを崩さず返球して動けるかがポイントとなります。一球一球を基本に忠実に正しくスイングすることが大切です。フットワークの基礎、スイングの基本をしっかりと身につけ、ランダムになってもスイングが乱れないスムーズなストロークを作り上げてください。ランダムに打たれてもニュートラルに戻るタイミングの取り方は、相手の打球の瞬間に合わせた構えが大切です。この練習はいかに早く戻っているかを確認する方法です。左右に大きく動いてバックハンドをカットした後にフォアに大きく動かされるパターンがよくあります。この際フォアハンドで横回転を使ってのカーブロング攻撃も、相手を大きく動かし相手の連続攻撃を防ぐ戦術として有効な技となります。
カットマンのスタイルにはいろいろありますが、やはりサーブレシーブ、回転の変化、攻撃力、守備範囲といったバリエーションが大切です。しかし何といっても基本力が高くなければなりません。このビデオを参考にして繰り返し練習してみてください。